はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。9月の7日でございましてですね、今日は場所を変えてやっておりますけど、もうすぐ6時でございまして、ちょっとトラブルがありましてですね、この1時間ぐらい、その前に昼寝をしましたけどさて、今日の日経平均は結局ですね、-196で終わりましたね。ちょっと戻しました。ドル円も 144.0 ですね。香港もね、最後はなんとかですね、1万9000台戻して、1万9044、-158で終わってます。その他、まあ、アメリカの10年利回りは 3.3 ですね。原油は、ちょっと戻しましたが 86.39 と、ビットコインは軟調ですね。ビットコインこれ、対ドルだとですね、切ってんじゃんという感じですけど、ビットコインのドルだとですね、18,876というところを切ってますね。2万をだいぶ切ってる感じです。はい。さて、本題は中国でございまして、産経新聞、中国の革新というシリーズですね。これは今日の今朝6時00分で、西見義明さんでしょうかね、有料記事、人類史最大中国の不動産ブームは終わったのかという記事で、これなんか建設途中のタマンが写真が出てるんですよ、共同からの。河南省鄭州市ですね。こんなこういう建て方するんですね。これでも途中建設途上で終わってるっていうのは、なんとも なんかこう廃墟臭い感じでですねまあなんか嫌ですねこれね。ちょっと読めるところだけ読みたいと思います。過去20年以上にわたってで未曾有の活況に湧いてきた中国の不動産市場が不況に苦しんでいる、人類の歴史において最大の不動産ブーム、かっこ A メディア、 A メディアのどこでしょうね不動産ブームは終焉を迎えたのか。中国指数研究院によると、不動産開発大手の上位100社過去なんかこれ、百強貿易なんか中国語ですね、なんて読むか知りませんけど、北京語での今年1-8月の平均売上高は前年同期比 46.2% の大幅減となった。これ半減ですね。これも多少お化粧した数字ではないんでしょうかね。中国国家統計局によると、1から7月の住宅販売面積は同 27.1% 減、住宅新規着工面積は同 36.8% 減だ。もっと減ってるような気がしますけどね。はい。住宅が売れないために不動産企業の業績が悪化して、資金繰りが苦しくなり、新たな物件を作らなくなった。まあそうでしょうね。いわば過去の不動産ブームの逆回転ともいえる悪循環が起きている。こうした不況を引き起こした直接の原因としては、中国当局が2020年夏に導入した、ちょうど2年前ですね、三道構線、3つのレッドラインと呼ばれる不動産融資規制が挙げられる。これよく対比されるのはですね、1990年代に日本が総量規制っていうのがあります。不動産に対する融資は慎めという規制ですね。あれをきっかけに、不動産市場がドドドドと崩れていきます、この規制は不動産大手中国恒大集団が巨額債務で経営危機に陥るきっかけとなった。ただし金融危機を懸念する習近平指導部は17年頃からデレバレッジですか、数字で書いたって読めへん。過剰債務の解消に舵を切っており、
恒大集団などの不動産大手がうにゃうにゃとこの辺から読めません。まあまあ、あの、それでね、これで、あの、紙の朝日新聞、朝日新聞じゃない、紙の産経新聞にこの記事出てないかなと思ったんですけど、出てませんね。明日出るんでしょうかね。この先もちょっと読みたい気もしますけど、なんとなく書いてあることもわかるような気もします。もうどうでしょうね、私も詳しく、あの、中国の不動産市場について詳しくでもないですね、ウォッチングし始めて、まあ、あの、前からそれはニュース、ニュース読んでましたけど、この十何年前からですね、要は榊始めてから、割合ニュースは気に留めて見たんですけども、2015年頃に1回ありましたね、ものすごく、あ、これで終わりかなっていう時が。でも、それが終わらずですね、またその始まりました。あの、しぼみかけ、あの、経済がね、バブルがしぼみかけると、またバブルにして、それをですね、膨らましてって、そんないつまでもね、膨らみ続けるわけないやん、そのうちパチンといくでというふうに思っていたら、それがどうやら、去年だったようですね。去年、恒大というところがですね、経営不振に陥って、実質、日本の基準でいけば倒産をしています。で、向こうの不動産大手、大体デフォルトしたりとかしてますんで、ほぼそんな倒産と一緒なんですね。日本基準でいけばもう倒産処理ということになるんですけども、向こうではどうもそうではなくって、倒産させずに未だに会社は存続してですね、こう、まあ、企業活動を行っているという感じですね。で、まあそんなん別に倒産しようが倒産しまいがですね、結果は一緒なわけでして、建設途中のマンションはですね、建設が止まってですね、買った方がそこに入居できない、どころか住宅ローンだけ払えという話になっ て、それが各地で問題になってですね、女も払わへんわという人がですね、こう、いっぱい出てきてですね、そんで実際払わない状態になっていると。ということで、しかしね、引き渡しも受けてないのに住宅ローンだけ払うっていうのはね、なんか変な制度ですね。日本は引き渡しを受けた時に住宅ローンが実行されます。でも向こうは契約した時に実行されるんですね。だから不動産会社って建ててもいない、あの、マンションの代金が入ってくるという仕組みですね。それでまた次の物件を買ってやってるわけでして。それが超自転車操業になっていってるわけで。で、一つ止まったらそんな全部止まるわけですね。それが今の状態になってるって、もうむちゃくちゃやんっていう話ですね。僕らの感覚からするとむちゃくちゃなわけです。で、それでまた開発の量もむちゃくちゃなんですよ。中国14億の国民がいるんですけどね、37億人分の計画をしてると。で、そのうちいくつかもできてるということですね。今現時点で1年前ぐらいで1億個ぐらい空室があるっていうふうな報道もあります。ほんまかいなという話ですよ。何もかもがほんまかいなっていう、いや、あの国に関しては何がほんまかってよう分かりませんからね。何よう分かりませんけども、とりあえず僕らの想像の域を超える天文学的なですね、不良債権が今生まれつつあると、生まれてると言うべきでしょうかね。で、それを処理する、どう言いますかね、なんか やり方もないわけであって、よくね、言われたのは、中国は日本のあの1990年代のバブル崩壊をよく勉強していると、だから日本のようにはならないというふうにですね、言ってる人が多かったんですけども、実際なってるやんって話ですね。なってるやん、君らって。それも日本のほぼ10倍以上の規模で、不動産バブルが崩壊しているのはほぼ確実です。で、じゃあ日本の10倍以上の規模で悲劇が生まれているのかというと、それもありえ、もっとすごいんちゃうかなと。いろんなことが整備されていないのがあの国ですからね。そうやってですね、いろんな悲劇が今生まれつつあるのではないかなという気がします。いやー、どうなるんでしょうね、わかりませんけどね。現在進行形でして、で、日本はバブルがもうこれで頂点を極めたという時からですね、なんとかかんとか、不良債権を処理したと言われるところまではだいたい10年以上かかります。でも、その不良債権を処理したのはいいんですけど、ずっとあの景気は低迷してですね、失われた20年とか失われた30年というふうになりましたね。なんでそうなったのかっていう、いろんな説がありますけども、まあまあ、一つにはね、もう経済成長が終わってしまったということですね、日本の国の。
でまあいろんな意味で成熟をしたわけですけど、いい意味で成熟をしてるけど、ある意味未熟なところも多いわけです。だから我々今、まあ、そんなに豊かな暮らしをしてるわけではないですね。で中国はどうなのかということですけども、分かりませんね。これからでも少なくとも5、6年は苦しむんちゃうかなという気もします。この後始末にね、まあ共産党ですからね、パッパッパッと命令すればいいだけの話なんで、国会で面倒くさい審議をしたりですね、調査をしたりとかですね、同じことをせんでもいいわけですよ。共産党が決めて、やるか、あれ、これ、こうやってやったらいいんですけど、もうだからといってですね、悲劇を防げるわけではないんですね。でも、日本よりか早いとは思いますけども、どうするんでしょうね、これね。膨大な不良債権と膨大な作りかけ開発中案件、共産党は今のところね、ちゃんと引き渡さなあかんって、ね、口だけ介入してるだけなんですよ。金は出してないんですよ。で金は出すつもりをどうやらないようですね。だからこのままなるようになるというのが今のところの見立てですけどね、ようわかりません。とりあえずこの産経新聞のサイトを貼ってみますんで、ご興味のある方は行ってみてください。有料記事でございます。はい、どうもありがとうございました。